史上最多28名が4ブロックで激闘を繰り広げる新日本プロレスストロングスピリッツプレゼンツ G1 クライマックス32 D ブロック、真夏の激闘、生き残るのはこの俺だ。この夏進化を見せる。未来は俺が作る。生きたいように生きる。なりたい自分になる。これまでタッグ戦線で実績を残し、己の実力も見せつけてきた吉橋。自信を胸に狙うはシングル初タイトル、悲願の G1 初制覇へ。誰か俺を止めてみろ。まさかのバレットクラブ入り、ジュース・ロビンソン。 To become the greatest wrestler, no one's touching me this year, assholes! ダークサイドに染まった荒くれ者が今年の夏を黒く塗りつぶす。最強の要注意人物が G1 に初出場。エル・ファンタズモ。 To make it to the G1 Finals in Budokan。 瞬時に仕留める狂気を携え、ヘビー級に転向した狂気の男が真夏の祭典をかき乱す。俺の実力を証明してやる。デビッド・フィンレー。長きにわたり戦いを共にしてきた盟友の突然の裏切り。あの時のお前はもういない。過去と決別し、今の俺を全てぶつけてやる。そして、So the fact that it's taken 7.5 years to put me in leaves me with a bit of a chip on my shoulder. ようやく掴んだ G1 の舞台で、 I have everything to prove. The G1 climax and start 2023 off by headlining the Tokyo Dome. This is my tournament. You stand directly in between me and my quickest path to greatness.全ての王冠は俺が奪う。勝負を。 IWGP US ABQ 王者、新チャンピオンはウィル・オスプレイ。ニュージャパンカップベストスーパージュニアス、ジュニアヘビーウェイネバーオープンウェイ、 IWGP ワールド、アンナウザユナイテッドステイツチャンピオンシップ。この夏の強敵はただ一つ、真夏の王冠を奪い取る。 G1 Climax United Empire's taking it。 激烈の夏が来た来た来た。高木慎吾、激闘灼熱激熱。 KOPW 保持者として挑む今年、30代最後の夏らしく最高の思い出作ってやるよ。この夏俺が一番熱くなる。乱入噛みつき拷問妨害、俺からしたら何でもオーライ。どんなやつでもかかってこい。俺が成敗、俺たち万歳、勝利の美酒で乾杯。これマジ。高橋裕次郎は3年ぶりの夏開催、新日本プロレスストロングスピリッツプレゼンツ G1 クライマックス 32 7.16 札幌で開幕し、ファイナルの舞台は 8.18 日本武道館。今年の夏は記録的猛勝負。私今棚橋買ってんだよね。マジで？かわいいでしょ。でも寂しがんない？だから真壁も一緒に。
超かわいい。散歩とか大変？まあたまに試合とか出してるけどね。ストレスたまると仕事の邪魔するからさ。私もプロレスラー育成しようかな。そうだね。究極のプロレスラー育成ゲーム、新日本プロレスストロングスピリッツ。メシモ